はい、今回もドラクエウォークやっていきたいと思います。心眼たぬきの祠、今日、こちらの方をチャレンジをしていきたいと思います。ゴールデンスライム用のパーティーをですね、もうそのまま、で、取り組んでおります。ちょっとね、事故る可能性があったりします。はい、スライム特攻のパーティーでですね、はい、獣耐性とか持っていないので、その辺がですね、ちょっと、事故る要因になっているかもしれません。やっぱね、今日の祠ってね、強いので、しっかりしたパーティーをね、組んでいくべきなんでしょうけれど、まあまあ、今回は、ゴールデン、ね、反対ということで、ゴールデンスライム用のパーティーで、そのまま、行けております。はい。まあ、事故ることもあります。ということで、はい。で、まあ、最初のターンにですね、大神官がアンコールして守り人、肉球ロッドを装備した守り人に攻撃を回してですね、はい、その守り人は魔剣士とゴッドハンドにバイキルトをかけていきます。で、魔剣士とゴッドハンドはですね、はい、最初のターンは超気合いためをしていきます。はい、ちょっとゴッドハンドがね死にそうですね。はい、ということで、はい。とりあえず、魔剣士の攻撃がもうすべてですね。で、2ターン目はですね、大神官が、妖精の秘術ですね。これ、妖精の炎月輪についてるスキルになります。はい、回心率がね、上がります。はい、ゴッドハンドはとりあえず攻撃していきましょう。はい。まあ、銀河の剣も助けるんでね、一応ゾンビ、というか、HP なくなっても1で踏みとどまります。はい。で、守り人はですね、応援をしていきます。応援で魔剣士の攻撃力を上げていきます。そして、あと魔剣士に攻撃回ればいいんですけど、はい、回ってきましたね。ということで、最後はですね、フォースブラストで、決めていきます。はい、ということで、多分、倒せるんじゃないかなと思いますけど、ね、はい。というわけで、はい。13万ダメージ。与えました。ゴッドハンドが6万ちょいで、魔剣士が13万で、だいたい HP が19万ぐらいあったのかな、はい、と思いますので、まあまあ一応せっかくなんでね、真珠ポイント稼ぎのために、はい、ちょっと CM 長いんで、はい、CM が終わりましたので、心をもう一個もらっておきましょうということで。はい、C ランク。というわけでですね、まあ、この後パーティー紹介、心紹介などをしていこうと思います。まあ、あんまりね、この攻略動画、重要があるかどうかっていうところなんですけれど、はい、まあ、少しでも参考になれば幸いですということで、はい。まあ、繰り返しになりますけど、ゴールデンスライム用のパーティーをもうそのまま、横流ししたりという形に、なります。まあ、ちょっと手抜き攻略ですね。はい。というわけで、パーティー紹介。守り人大神官、魔剣士ゴッドハンドですね。で、守り人、ステータスこんな感じです。大神官、ステータスこんな感じです。一応素早さは一応最初に動くようにしております。で、魔剣士はですね、素早さ816、一番、素早さ遅くしております。はい。とにかくね、守り人の応援をね、魔剣士が動く前に入れることが大事なので、守り人の素早さは948で、魔剣士の素早さは816にしております。で、ゴッドハンドを、ステータスこんな感じです。で、装備なんですけれど、守り人がですね、プニプニ肉球ロッドです。はい。まあ、これスライム用の、ゴールデンスライム用のパーティーなんでね、スライム耐性の装備になっております。はい。あんまり参考になりません。本当は、本来はね、獣耐性持った方がいいと思います。はい。で、大神官が炎月輪持たせております。で、魔剣士がですね、銀河の剣、あと一式ですね。ちょっとスライムオーブとかでスライム系のダメージアップなどしておりますけど、この戦いではほとんど意味ないですね。はい。ゴッドハンドが、まあ、こんな感じですね。はい。で、心構成が、はい、守り人が天竺、悪魔神官覚醒、黒竜丸キラーマシンで、癒しのS神樹と、神楽鈴神樹になりま
ます。癒しの S 神事は素早さかな。はい。で、大神官が、デスタムーア、ブレア、サイクロプス、スノーエルダーということで、バギの S 神獣。そして、スライム特攻ですね。S 神獣ですね。はい。で、魔剣士がですね、ピサロ、トロルキング、ハヌマーン、ラプソン。一応ですね、攻撃力というか、会心率はそこそこ持ってある感じですね。で、ゴッドハンドが、トロルキング、ハヌマーン、ブレア、欲望の魔人覚醒ですね。一応、会心率を真珠で、持ってあります。はい。コロドーが、守り人がこんな感じです。はい。こんな感じです。大神官が右寄せかな。まあ、一個左ですけど、まあ基本右寄せですね。はい。コブ上綺麗が出るようにと。で、魔剣士が右寄せかな。一応フォースブラストは使えるようにしてあります。で、ゴッドハンドが、まあ、右左、という形になります。はい。というわけで、はい。はい。心眼狸の祠、今日をですね。はい。まあ、その専用パーティーじゃなくて、ゴールデンスライム用のパーティーですね。銀河の剣の、超気合溜めからの、応援からのバイキルトからの、会心直撃で、倒しましたということで、まあ参考になるかわかりませんが、参考になれば幸いです。はい、そんな感じで今回終わろうと思います。ではまた、おつ！